じゃあここで本題のガウスの発散定理なんですけど、いいっすかね、前半の僕の約束は、まああの辺までで終わるといいかなとか言ってたのよね。1日6枚6枚1日12枚はい、今日は休みの日の来てる日なのに来てくれた人にご褒美があります。じゃあどうぞ。はいはい、どうぞ。あそこのここでやったのは何だったかっていうと、こういう半径、こうちっちゃい正方形のところで、まあ、こういう矢印がついてて v×ndsっていうのが、面積かけるかけるこれだったわけで、この前と同じノリで、正方形がすごいたくさんある場合っていうのを考えたいわけ。つまりなんかこういう曲線があったとして、これをなんか分割するとたくさん正方形ができると思うんだけど、この正方形 S1 から SN まであるとするじゃんね。それ全部についてどうなるかっていうと、左辺はそのこういうのたくさん、これ全部について線積分マーク2を足さなきゃいけない。あ、これ矢印がついて必要ないね、ごめん間違えた。こっちはどうなるかっていうと、 N 個正方形があるわけなので、これ面積これ面積正方形の面積なんか前回やったのとまあ全く同じ話なんですけどね。全くっていうのとかなり似てる話なんですけどね。いいかな、今やったのは何かっていうと、あそこで示したのはこうちっちゃい正方形に関してこの線積分マーク2を計算すると、それはこの面積かけるここでの発散の値っていう風になってたわけ。雰囲気としてはここにでどのくらいその水が湧いてる井戸かによって、その四角いここから出てくる水の量は決まるよっていうことを言ってるわけよ。でそれを今こう土地があって、それを細かく分けてこの区画ごとにやってみたいわけ。区画ごとにこの式を立てて足してみたい。そうすると左辺はこの線積分マーク2がたくさん集まったやつになるし、右辺は面積かける発散がたくさん集まったようなやつになるわけで、見覚えのある形なわけで、もうみんなその想像して自分でこの次の式が書けるのでは。右辺は N 無限大の極限でどうなるかっていうと、つまり正方形がだんだん細かくなる極限でどうなるかっていうと、
もう先週出てきて復習の必要がなくなったこれになるわけね。ただ面積分されるものが前の回転じゃ、渦とじゃなくて発散になったわけ。ごめん、この D っていうのはこの黄色い領域を D と呼んでるわけね。この内側が D ね。あ、右辺でいい、右辺だな。左辺はどうかっていうと、実はもうみんなこの記号を知ってるわけですけど、これは D の境界っていう式だったよね。復習のためにもう一回やると、今こういうなんか空豆っぽい形の領域をやってんだけど、この D の境界っていうのはこういう平曲線のことを言ってるわけね。で、こうなるわけ。ただこの N は外向き、今ここに消した図で N がみんな外向いてたから D の外向き、いいかな。 N の向きを日本語で与えるって言ったけど、典型的な与え方、ある領域があってその境界に N をくっつけたんだけど、 D の外向きにしてとかっていうわけ。なんでそうか、つまりここで結構ジャンプがあるわけだよね。その、たくさんちっちゃい正方形を集めてきたやつなのに、一番外側だけ積分すればいいって言ってるわけよ。いいかな。僕が今言ってるのは、左辺っていうのはもともとはここでのマーク2、ここでのマーク2、ここでのマーク2、ここでのマーク2っていうのを N 個集めてきたやつなんだけど、実はそれは一番外側を1回マーク2すればいいっていうことを言いたいわけ。要するにこの内側の仕切りみたいなのは一切不要っていうことを言いたい。それは何でか、それはもうねえ、なんか、もうデジャブを感じてる人が多いわけなんですが、こういう場合でやればよくって、つまりこういう2個のを足すときに、ここの境目は取っ払ってよくて外側だけやればいいっていう話と同じなわけで、ここにこう N がついてるわけね。でここは2本線があるから、なんか値2倍になって余分に数えちゃうんじゃないかと思うんだけど、それはまあ僕のわざとらしい喋りなわけで、ここの放線ベクトルっていうのはこっち側のやつはこっち向きで、こっち側のやつはこうなってるわけよ。放線ベクトルの向きはちょうど逆なわけだから、同じ直線の上でこれをやってんだけど、一本は N でもう一本はマイナス N だから、ちょうど値打ち消し合ってるわけ。ここが N の向きが逆なので、内側を打ち消し合う。だから外側のところだけ残せばいい。ああ、言ってから始めればよかったんだけど、この導出は一回心から納得したら、心の中の無意識なところにしばらく追いやっておいてもよくってですね、次の式がなんか迷いなく使えればいいんですけど、ガウスの発散定理で、
なんか平面内に D っていう領域がありました。その時に左辺と右辺を入れ替え、どうしようかな、どう変えたのか、入れ替えないのか、こういう領域があった時にいつでもこの境界の平曲線っていうのが考えられるわけなんだけど、今ここに外向きに方線ベクトルを入れる、その時にそこで線積分マーク2を考えるっていうことがいつでもできるんだけど、いいかな、ここは外向きね、まあ内向きだったらマイナスが一発つくだけなんですけどね。これがこの中で発散を面積分したものに等しいっていうのがガウスの発散定理。いいかな、これをバッチリ覚えよう。どう使えるかっていうと、まあ、よく分かって気分が良くなるために使えるわけ。その他にも右辺が大変な時に左辺にして計算するとか、左辺が大変な時に右辺にして計算するっていうことができるわけ。いいかな、これ書くとこっちのね、これどっちも S が使ってあるんだけどさ、こっち大文字の S だからね、これ面積分の大文字 S で、こっちは線積分マーク2の小文字 S だからね。でもう一個今日出てきた大事な考え方はこの発散っていうもの。発散っていうのは V が水の流れだと思った時にその点でどのくらい水が湧いてるかっていうことを表してるわけ。だから、みんなこの式を覚えるのにあんまりエネルギーを使う必要はなくって、あ、いやいやっていう意味はエネルギーを使えなくても覚えられるはずで、要するに何かっていうとこれはあの覚醒剤保存の原理っていうかさ、こっちはさ、これっていうのはまあ D がある国だとするじゃんね。そうするとこの V の発散っていうのはその国のその地点でどのくらい覚醒剤の元になる植物、植物から作るわけじゃないな、あれは麻薬とちょっと話が混ざった、あのどのくらいその植物が湧いて出てきてるかっていうのがこの量で、だから場所ごとに違うわけよ。だけどそれをこの国土全体で積分したもの、それがその国のさ、あの覚醒剤の生産量の合計じゃんね。でそれと何が等しいかっていうと、この国は今その自分の中で貯めるとかっていう概念はないというか、今ほら時間がないじゃん今の話には。だからこれ今全部一定の話をしてるわけよ。だからここで新たに生産したものは全部国境の外にやがて出ていくんですけど、その国境の外に出ていく量っていうのは線積分マーク2で計算できるわけ。さっき言ったけど水の量じゃんね。その2つが等しいっていうのがこの定理。いいかな、水が湧いてきたらその分その領域、あ、なんていうかな、ある領域の中で水が湧いてきたらその分だけ外に出ていっているはず、そういうバランスのことを言っている定理なわけ。僕にとってはグリーンの定理よりちょっと分かりよいんだけどね、分かりよいっていうか説明しやすいんだけど。で今日の問題はどういうのになってるかっていうと、ある D があるんですけど、それからある V があるんですけど、その場合に両辺それぞれ計算してみましょうっていう、ね、この左辺はもう先週から出てきたものなのでなんだけど、まあだからこっちは復習っていうかで、こっちは新たに出てきた量が入ってるから今日新たにやんなきゃいけないわけね、じゃあちょっとやってみましょう。でまたみんな詰まるとこがあったらそこで聞きますね。いいかな、だからクイズ 10.1 の1はみんなやったから 2,3 の順にやろう。